皆さんこんにちは。1月5日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのはドル円の日足です。下降三角形を、一瞬割り込んで、もう一回戻したわけですが、三角持ち合いを完全に下に抜けてそこに戻りきれず、そしてまた21日移動平均線、このブルーの線ですけれども、これに上値を止められて、さらに下落をしている最中でございます。非常に上値が重たい展開で、本日につきましてもやはり戻り売りのやはり非常に強い展開が現状も続いています。昨日のニューヨークでつけました100.72円の72銭、そこからの戻りが25銭近辺で止まりまして、それ以降は20の上もほとんど売れないといった状況の中、今日は102.90円を再度割ってまいりました。戻り売りが非常に強いというふうに考えておりまして、自分としても上からこうどんどん降りてくるこの一目均衡表の雲も含めて、やはり上値は相当重たいというふうに考えています。本日売り差し値はですね、103.25円で売り置き、3.55で損切りを、102.80で買い戻しというイメージを作りました。ユーロドルです。ユーロドルは、一旦上値はですね、確かに 1.23 近辺非常に重たい、 1.23 で、こちらの方天井をつけて、昨日も 1.2310 ですね、2.1010で、ぴったり、面を合わせた状態で、上値が止められています。1.2310、もしこれ抜けてくればですね、これも当然上に走る展開になります。ちょうどここでも 1.2310 近辺で止められてるんですね。ということは3回止められてるわけです。次にもう1回行って、上に抜けたらやっぱりそれはもう買ってかざるを得ないような流れになると思います。1.2230 近辺で、やはりちょっと押しをですね、ユーロドルに関しては買ってみたい。1.2230、ちょうどこちらの時間足の200移動平均線、1.22325 がございますけど、1.2230 で買って、1.22 ちょうどで損切りを。利食いは 1.23 ちょうど、この2310の手前で利食うといったようなイメージです。ユーロ円です。ユーロ円はやはり上値が非常に重たく、126.60で売りを考えました。時間足の90時間移動平均線、126.577がありますが、これと合わせて、時間足の雲の上限の少し上ですね、60で売りを、126.90で損切りを、ちょうどこの上髭あたりです。利食いは126.10をイメージをいたしました。この直近の安値のところですね、の手前で一回買い戻しをするといったイメージです。ポンド円に関しては、やはり上値が非常に重たいというふうに思います。自分が今晩考えましたのが140.20の売り、ちょうどこの戻り局面ですね。で、一回140.20ぐらいを売って、140.50、これが超えてきたら、確かにこの上に時間足の雲の加減がありますけれど、雲のねじれもありますし、あんまりこの50超えてきたら、ショートは持っていたくないなというふうに思いますので。140.20で売って140.50損切りを、買い戻しは139.35のイメージを作りました。ちょうどここで大きく抜けてったところですね、139.35、並びにこの時間足で大きく抜けたこのポイントではありますが、4時間足を見ていただくと、ちょうどこの4時間足の今雲の中に入ってるわけですけど、雲の200移動平均、139.316、ここにありますね。これがありまして、それの139.316の手前で、35で買い戻すというようなイメージを作りました。OG 円です。OG 円も上値は確かに重たいというふうに考えています。全体の流れからいくと、78.60近辺買えそうな、65とか買えそうな気もするんですけど、
78の6号はちょっとあまりに海洋素数には深すぎる。といって、あまり79円の手前でとかですね、79円前半でちょっと差し値を入れて買うのもちょっと気持ち悪いので、79の60で売りを入れてみて、79の90、80円乗せる手前で損切りを、で79円ちょうどで買い戻しといったようなイメージを作りました。本日、クロス円に関しては、すべて売りで、やはりドル円に引っ張られるだろうというふうに考えております。今晩、どこまでドル円が下値攻めをできるのか、もう一回やってせめて102円の70割れないようでしたら、またショートカバーという可能性が高いので、その時にはもし見ていて、上値を試せずに下を狙いに行って70が割れずに戻ってきたら、自分はもし自分が起きている時間帯であれば103の25の戻り売りは、売りをキャンセルする可能性はございます。そのぐらいのイメージで考えております。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。また何かありましたらよろしくお願いします。それでは失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林芳彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林芳彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。